モナコ。モナコ公国、モナコ公国、フランシポテ・ド・モナコ、フッツ、通称モナコ、は、西ヨーロッパの立憲君主制国家。フランスの地中海沿岸地方コートダジュールの、イタリアとの国境近くに位置する都市国家であり、世界で2番目に小さいミニ国家で、国連加盟国の中では、世界最小である。陸側周囲を、フランス、 プロバンスイコールアルプイコールコートダジュール地域圏のアルプイコールマリティーム圏に囲まれ極端に山勝ちである。などは観光資源である。最大の都市モンテカルロには国際水路機関の本部がある。モナコはカジノや F1 モナコグランプリ WRC ラリーモンテカルロが開催されることで知られる。タックスヘイブンであることなどから住民の84%が 外国籍、フランス国籍47%、イタリア国籍16%、その他21%である。モナコ国籍者は16%しかいない。国旗のデザインが国連基準の2、3の重横比になると、インドネシアと同様になるため、両国の間で調整が図られたものの、進展しなかった。モナコ独自の基準による比率は4、5としている。 また上下を逆にすると、ポーランドの国旗と同様になる。モナコという地名は、現在のモナコの近隣に6世紀にあった、ボカイア人の入植地の名に由来する。その地はギリシャ語で、一軒家を意味するモノコスの名で呼ばれていた。ギリシア神話では、ヘラクレースが現在のモナコの地を通りかかり土地の神々を退散させたとあり、それにちなんで一つの神殿が作られた。 その一つの神殿が一軒家に展示、地名が生じた。神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世から1191年に、この土地を与えられたジェノバ共和国は、1228年に、現在のモナコを建設した。1297年、ギベリン皇帝派に占領されていた、モナコの要塞に、フランシスコ会の修道室型に変装し包囲のもとに、武装して侵入した。 フランソワ・グリマルディラは、要塞の選挙に成功した。グリマルディは、現在のモナコ区下である、グリマルディ家の子祖である。そのため、グリマルディは、狡猾な男と、あだなされる。1419年、グリマルディ家は、アラゴン王国からモナコを購入し、正式な支配者となる。1528年、アンドレア・ドーリアが、ジェノバの貴族層と、庶民層の合体を企て、 そのために政権をへ集中させた。グリマルリ家はその一つに数えられた。また、1612年からプリンスの称号を自称し始めた。の時代には、フランス王類十三世の保護下に入ることで、スペイン、アラゴン王国の後進の支配を抜け出し、歴代のモナコ公は独立君主であると同時に、フランス王の進化、バランティノワ公爵として、宮廷で高い地位を占めた。 1793年、フランス革命軍がモナコを占領、併合した。1814年までモナコはフランス第一帝政の直接支配下に置かれた。1815年に模様されたウィーン会議の結果、モナコはサルデーニャ王国の保護下に入った。サルディーニャはジェノバの後継である。1860年の鳥の条約でサルディニアは イタリア統一運動をフランスに支援してもらう代償として、サボは、サボア県とオートイコール、サボア県とニース伯領、アルプイコールマリティーム県をランスに割上する。モナコ港のカス従税ーゼーニア組、サルゲーニャへの併合を希望するマントンとロクブリュヌは、モナコからの独立を宣言する。シャルル三世は1861年、 締結、領土の95%に当たるマントンとロクブリュヌをフランスに売却し、見返りにモナコ公国の主権を回復した。1863年、ソシエテデバンドメール、海水浴公社が設立された。後にこの会社は、市の商人として知られるバジルザハロフや海運王、アリストテレスオナシスと関係する。現在も営業しており、カジノでエルベ・ファルチアニを雇用した。 1864年、モナコで、ミンダウガス2世が生まれた。1911年、憲法を制定したことで、立憲君主制となるも、モナコ大公は依然として、絶対君主として振る舞い、アルベール1世はすぐに憲法を停止した。第一次世界大戦が勃発すると大公し、ルイ、後のルイ2世は、フランス陸軍に志願、軍港を挙げ将軍に上り詰めた。 1918年、保護友好条約を再締結、フランスの保護国となった。ベルサイユ条約などの第一次世界大戦の講和条約においては、この条約を各国が承認する規定が設けられている。1922年、ルイ2世が即位する。モナコを文化、観光都市にする試みを続け、モナコグランプリの開催、エースモナコの創設などを行った。 第二次世界大戦中の1943年にイタリア軍がモナコを占領しファシスト政権を樹立した。ベニートム・ソリーニの政権が崩壊すると今度はナチスドイツのドイツ国防軍が占領した。ドイツは同地でもユダヤ人迫害を行った。ルイが1949年に死去すると孫のレーニエ三世が即位した。1956年には ハリウッド女優のグレース・ケリーと結婚した。1962年、新憲法を制定した。この憲法で死刑が廃止され、女性参政権が実現し、また最高裁判所が設置された。憲法制定は、モロッコと気を一にするが、フランスとの関係が政治的危機にあった。この時、不動産業界もピンチに陥ったが、は、モロッコで事業を展開し、やがて、 モロッコ領事を務めるまでになった。彼はグリマルディ会議を代表することなどからグリマルディ家に次ぐ地元有力者を言われている。モンテイコール、カルロ地区内、ラルボットクワンガンをミシェルは1984年まで開発した。そこには心臓胸部センターとバークレーズモナコ支店が建てられた。1993年にモナコは国際連合に加盟した。2005年、 レーニー3世が死去し、息子のアルベール2世が即位した。同年12月、フランスモナコ友好協力条約を締結した。この条約は、グリマルディ家に後継ぎがなくなっても広告は、将来も存続ることをフランスが保障する代わりに、モナコの防衛は、今後もフランス軍が行うことを骨こしとしている。また、モナコの自主的外交における制限が緩和され、外国と国交を結ぶ。 最のフランスによる事前同意が不要になった。政体はグリマルディケが世襲する大公公、フランスを原種とする立憲君主制である。広告ながら日本ではしばしば原種を大公と呼ぶ背景は広告の概要の項目を参照。なお、1918年にフランスと結ばれた条約からモナコはフランスにより保護的な一定の主権の制限を受け、 外交、軍事はフランスが責任を持っていた。この条約により、モナコ大抗の即位継承には、フランスの同意が必要となり、また大抗家が断絶した場合はフランスに編入されることになっていた。その後、2005年の新条約では、フランスとの特別な協調関係は維持するが、外交面での制限が緩和され、大抗家が断絶してもモナコ公国の存続を保証した。 元首である大公のもとに首相に相当する国務大臣が任命されて政府を組織する。国務大臣の下に対外関係省、財務経済省、内務省、社会構成省、設備、環境、都市開発省をそれぞれ所掌する5名の政府顧問が置かれており、これが他国での大臣に相当する。外交面では従来、モナコが他国と、 外交関係を結ぶ際には、フランスの事前同意が必要と定められていた。日本政府はこれをフランスとの条約とも合わせて、国家主権の制限とみなし、長らく正式な国交は樹立されなかったが、代わりに、モナコ、名誉総領事館、総領事館ではないが、1973年に、東京、東京都千代田区に設置された。 外交に関するフランスとの規定は2005年の条約で改められ、フランスの事前同意がなくても国交を結べるようになり、日本とモナコの間でも2006年12月14日に外交関係が樹立され、2007年に中フランス、日本大使がモナコを喧嘩することとなった。モナコ国内に大使館はない。それまではモナコは日本政府が承認している国の中で唯一、 外交関係を有していない国だった。一方、モナコも日本を担当する大使を任命しているが、本国駐在であり、日本国内に大使館は置かれていない。軍事面では、フランスが領土防衛の責任を持つ。モナコは、対抗銃機兵中隊を有しているが、事実上警備、議場部隊であり、他に、消防隊も、市民防衛の一環として、銃の訓練は受ける。 2005年締結の条約により、緊急事態を除き、フランス軍の派兵には、モナコの同意ないし要請が必要となった。旧市街地と新市街地があり、世界的に見ても人口密度が高い。市町村のような地方公共団体は存在しないが、4つの地区、カルティエに分けられている。このため、首都も厳密には存在しないが、 モナコ市街区が事実上の首都に該当する。モナコの人口は3万人余りであるが、2009年の GDP は69億1900万ドルで、チャドやベナンなどアフリカの人口を1000万人程度の中規模国に匹敵する。また、人口56万人を要する鳥取県の県内総生産の30%ほどの経済規模である。また、2008年、 または2009年の一人当たり国民総所得は18万3150ドルで、世界銀行によれば、統計のある国連加盟国、自地地域中トップである。主要な産業は観光。特にカジノは、19世紀の一時期は国家収入の9割を占めていたこともある。なお、現在では5%以下であり、経営も、 半官半民のソシエテでバンドメールへ移管されていい。この会社には歴史の不死で触れた。モナコはタックスヘイブンの一つとして知られており、租税条約が結ばれている他国からの移住者の多くは億万長者である。2011年3月には英国のシンクタンクにより世界第51位の金融センターと評価されている。モナコは 欧州連合の加盟国ではないが、フランスとの通商関係が緊密で、通貨もフランスと同じユーロを使用している。2002年以前はモナコも独自のフラン効果、モネガスクフランを鋳造しいた。現在も各国が自由にデザインできる効果の利面をモナコ独自のデザインにした独自のユーロ効果を製造する権利を有している。化粧品製造が産業として確立しているため、 周辺産業として、ガラス加工、香水、化学薬品の製造が行われている。モナコ国内の鉄道は、モナコ政府ではなく、フランス国鉄、SNCF が運営する。マルセイユニース・モンテカルロ・マントン・ベンティミーリア、イタリア間の路線の一部を成している。モナコ国内の鉄道路線は、約 1.7km である。1867年にが開業した。 当初は地上に鉄道の線路が敷かれていたが、強硬な土地の有効活用の目的もあり、1958年から1964年にかけてモンテカルロ駅から東の区間を地下化した。その後1993年から1999年にかけてモンテカルロ駅の移転、地下化とモンテカルロ駅から西の区間を地下化した。これにより、 モナコ国内の鉄道はほぼ全区間が地下線となっている。パリから直通する TGV が1日1往復存在する。所要時間は約6時間。モナコは個人居住者に対して所得税を課していない1957年以降に移住したフランス国籍者は例外として税金をフランス政府に納める。これが フランスが併合を強要しない主な理由である。所得税がないため、モナコ国外からほとんどの収入を得ている富裕者の多くがこの国にやってくる。F1 ドライバーなどの有名人も多いが、その多くは実業家である。2000年のフランス国会議員の報告で、モナコはカジノを含め、資金洗浄に対し監視が甘い政策で、モナコ政府による圧力があり、司法当局が 疑惑に対して適切に調査していないという疑いが報告された。経済協力開発機構 OECD のタックスヘーブン報告では、モナコは2004年までリストアップされていなかったが、その後アンドラ、リヒテンシュタイン、リベリア、マーシャル諸島などと共に財政情報の公開や提供に協力的でないとしてタックスヘーブンとしてリストアップされた。 国際通貨基金 IMF も2003年までに他の36地域と共にタックスヘイブンと認定した。言語は公用語がフランス語でその他も名古語、英語、イタリア語などが使われる。宗教はローマカトリックが90%である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。